相手やでしゃないよね。それが違うよね。ねえ。あれは最高だけどね。ちょっと安定して歩いてきたな。うん。結構空調よ。ねえ、ちょっと安定して。結構感じるよ。ねえ、ここら辺、ここによっても感じるな。結構感じるよ。昼過ぎじゃないとダメかね。昼過ぎじゃないと。いや、この間は別に空気はいたけど、ちょっと今台風の後か。台風の後は朝から微妙ね。台風の後か。ちょっと落ちてきたね。落ちてきたね。この時にモーターがないと。向きが違うのかな。風の割りに合うか。横なのかもしれんね。欲張っとると偉いもんね。近藤さん、一回ローパスでさ、モーター回してみてよ。今録画してるんですけど。ローパスでどういうの、ここで下走る。うん、いや、もういいです。今モーター回すとこ映ったから。上がるところを映したいんじゃないの。違うか。何度でもやるよ。あ、いいなで、そこで、あ、いいですね。上昇させてください。 G3 の威力。 G3 の威力。ブレーキやっちゃうよ。いかんて。上結構怖いよ。怖いですね。怖い。上の方はどう？ここはいいんだ。風は。あんまり。また変なバトル。結構あれだね。あ、いい音してますね。調子乗ってると危ないよ。少し今、霧上晴れたな。うん、霧晴れてきましたね。ちょっと晴れたっていうより、風が左手から来てない？ちょっと、うん、なんか変な感じ。さっきと向き合いで変わっちゃったから、左かね。ちょっと左手から風来てる、うん、あ、こっちがいい？今度は。この風でも飛ばせるんだ、ここ。そういう意味だな、あのおっちゃんにとって。うん。こっちでも、こっちで。風変わった時なんかに、どっち側に行けばいいかなっていう感じで。うん、こっちで吹いてるね。うん。変わったね。ちょっと少し左から今。うん、変わったもんね、向きが。うん、もう結構リフトしてますね。結構まあまあいい。はい、じゃあとりあえずデイジー終了。録画終了。